UBI ソフト。レッドストーンエンターテインメント。いい月ですね。満月です。ジャングルの中に仲間と男の銃武装した男たちがキャンプを襲撃。めっちゃ殺します。むごい。救い出せと敵は AK を持ってるぞ。カラシニコフが Hello everyone! こんにちは皆さん。 Welcome to my next let's play Ghost Recon Jungle Storm ということで、Ghost Recon Jungle Storm をクリアしていきたいと思います。プレスタートボタン。よし、シングルプレイキャンペーン、ジャングルストームの方やっていきます。リクルートでいいです。これさっきと一緒だな。コロンビアにようこそ。簡単な任務ならよかったのだが、残念ながらそうもいかなそうだ。この国は俗にロコンビアと呼ばれている。狂気の国という意味だ。ロコンビア。今回の敵はまさにこの狂気だ。キューバで戦った敵がコロンビアのあるカルテルから支援を受けていたことは諸君も知っての通りだろう。カルテルはハバナの一件に大いに失望しており、本土でその力を誇示している。彼らは他のカルテルと結託し、南部の大規模な反政府組織と武装勢力を結成した。結果、事態は深刻化している。現在、反政府軍、民兵、政府による三つどもえの戦闘が展開され、戦闘範囲はエクアドルとペルーの国境線を越えて拡大している。これを受け、地元政府より国連平和維持軍に対して出動要請が出された。民間人居住地の事態安定化が今回の任務の目的だ。だが我々には別の任務が与えられている。標的は MFLC コロンビア武装解放運動。キューバでの活動に資金援助しているこの組織を潰す。国連軍司令部は MFLC の指揮系統が停止すれば事態が急速に改善されると予想している。以上が今回の任務の主な目的だが、その前に多少厄介な仕事を片付ける必要がある。人質の救出だ。マジか。アルトマグダレナ地方にいた考古学者たちが戦闘開始時に撤退を拒否。ベルギーの平和維持軍が救出に向かったが、
敵の待ち伏せに遭い、生存者は人質に取られてしまった。彼らを救出するのだ。オッケー、これか。オッケー、結構迷路っぽくなってなかったっけ、ここ。一から育て直しですな。慎重に選ばないとな。ま、俺はいつも通り使うものといえばこの人ですよ。ゼロポイント。スナイパーではなくスペシャリスト、誰かマシです。スペシャリストっていうか、それこれでいいや。一番わかりやすく一番右と、これでいいだろう。あとは育てるとしたらこっちから行こうか、片っ端から。またスナイパーだな。あー、どっちにしようかな。こっちでいいか。 OK、 行きましょう。最初から負傷するわけにはいかないからな。ここちょっと厄介だったような記憶があるんだけどな。よしか。道の途中だ。あっ、うん、いい死亡。ここにいる。脊髄に2発入ったな。キション。よし、当たった当たった。もう一体どっかにいるはず。痛い。どうだ。やったか。よし、移動。怪我人はいないな。よし、行こう。危なかった。いる。そう、茂みで分かんなかったな。うん。作戦目標1完了。伏せてやがったな、あいつ。めいー。次、
歩すんな。あれか。まだいるだろう。バッキャロ。近いんだよ。今のは近いよ。ああ、びっくりした。いるのか。見えないな、誰も。並んでる、ラッキー。ばっか、一人が盾になったな。ラッキーなやつだ。ラッキーボーイだったね、今のやつは。え、なんてだ、こっち。痛い痛い痛い。でか、もしかしたら。お、地雷原とか。